宵明かり、ほろ酔いの宵に明かりはひらがなでござんす。これ絶対ね、宵明かりは良い明かりかけてると思ってんだけど、どうすかね。ほいでね、さっきちょっと言ったよいしょ、今日ゼロキーでレッスンします。こっちはマイナス3に下げましたけど、四者三パワフルだしね、高音すごいよく出るしね、だからね、そんなわけさ。ほいで、メガネ忘れてきちゃったね。まあいいか、やってみるか。ラガンで、ラガンで、ラガン。泣いたり笑ったり、忙しい人ですね。本当によかったわ、結婚するんでしょう。すごいなんかさ、人情臭い歌詞じゃない？で、この泣いたり笑ったり忙しい人ですねっていきなり歌の頭に持ってくるとさ、かなりインパクトあります。で、私はピンときたんです。キム・ヨンジャさん2018年発売の花再びって歌、みんな覚えてる？焼けぼっくいに火がついて、あなたと一緒になるなんて。焼けぼっくいって来るかっていうのをレッスン YouTube でもしたんですけど、調べたらね、同じ作詞の先生でした。まあ、なんてお茶目なの。泣いたり笑ったり忙しい人ですねって。でもこれいいところはね、泣いたり笑ったりで笑ってるところでが今だからいいんだよね。で、これ一体誰のセリフ？本当に良かったわね、結婚するんでしょって。これちょっと一番最後まで歌わなきゃ分かんないんですけれども、まあそのあとある飲食店、飲食店とか、まあ居酒屋さんとか小料理屋さんとか、まあスナックかも分からないしね、バーかもしれないし、でそのまあママさんがお客さんに言ってるんだよね。泣いたり笑ったり忙しい人ですねって。でも良かったわね、結婚するんでしょって。で、言われている相手、結婚するのが決まったのって言ってるのは、どうやら、類推すると女性のようであります。ね、それじゃあ、歌の後半でね、ちょっと物語はひもといていきましょう。歌い方をお待ちかね言います。泣いたり、笑ったり。皆さん、泣き顔と笑い顔を作れますか？泣いたことありますね。笑ったこともありますね。で、ここで、ぜひ回避したいのは、仏頂面で泣いたり笑ったりって歌っちゃうこと。仏頂面じゃなくてもいいけど、の表情なしで歌っちゃうこと。ここ一番最初から別に笑いを取るつもりはないんですけれども、ちょっとご自分が思ってるよりも大げさに泣いたり笑ったりって言うと、もうそこだけですごく説得力があって、歌聞いてる人のハートをぐわっしって掴むことができるので、ぜひここは顔で歌ってください。で、その後、忙しい人ですね。これ意外とね、音程取るの難しいです。特に人ですねのとこね、人ですねっていうのは難しいです。まあ今日ゼロキーのままなので高くて難しいっていうのもあります。で、泣いたり笑ったりが割とエネルギー使って、おそらく歌声も結構しっかりすると思うので、この人ですねっていうのはほぼほぼささやき声ぐらいで OK、 足りちゃいます。忙しいは忙しい、ちょっとキレキレになってるような雰囲気で歌うと忙しそうな感じがしますね。忙しいって、忙しくないじゃねえかよって言われちゃうので、そのあたりもちょっと、頭に入れて歌ってあげましょう。本当に次よかったわ、ここもやっぱりね、笑顔で言ってあげないと他人の幸せや心の底から、まあ、喜べないというのが人間の心理であるかもしれませんけど、一つそこはもうここのママさんはよかったわねっていう形で、よかったわ、ね、結婚するんでしょう。で、このしょっていうのは、そう、まあでしょう、でしょうって
っていう感じかな。結婚するんでしょっていう、もしセリフに置き換えたらね。でこういう軽い語尾の場合は歌になった時にも結婚するんでしょってならないようにしましょう。とっかくここで歌の前半がなんとなくおしまいかなっていうほっとする感がありますので、そこの切り株に腰掛けてどこらしょって、あ座れるみたいな椅子を見つけたら座りたい、あなた運動不足ですよね、座らないの、座らない、椅子があるなと思っても座らない、ねね、そういう風に歌ってくださいという風に、じゃあ分かったかな。で結婚は、結婚、絵を、絵の文字一文字を絵挟み込んでください。結婚じゃなくて結婚って発音します。そうすると結婚するんでしょう。でこの結婚するんでしょ、よかったわねって言ってるママさんが、未婚なのか既婚なのかは分かりません。これ3番まで歌っても分かりませんので、皆さん想像してみましょうね。はい、じゃあその次いくよ。急にこのお店の店内のやり取りからお外にカメラが映ります。お天気カメラみたいな感じで、ハトバで無敵が凍える夜は寒いってことです、ね、無敵っていうのは音です。音は凍ったり凍えたりしませんけど、そこをちょっと擬人化してる感じで、より寒さが感じられますよね。凍えるのあたりは寒そうに歌ってください。ハトバはハトドーバ、ちょっと弾んであげるといいです。種明かしするとハットバって発音するんだね。でその次いっちゃおうね。生きるの死ぬのと言ってたあなた、そう、結婚が決まった女性はある一時はもう私死んじゃいたいとか悩みをね、おかみさんにママに打ち明けてた時期があったんですね。生きるの死ぬのと言ってたけど結局生きてるわけ、うん、よかったね。で命しみじみ、この命しみじみ、それからその先のともす女の良い明かり、ここまでね、最後まで全部1番も2番も3番もメロディーも歌詞も一緒になります。同じになるんです。ですから1番でしっかりと、まあ安心して歌えるように固めておくと2番3番も楽になるんじゃないかなと思います。生きるの死ぬのってさ、泣いてた人がね、実は私結婚するのってお店に来てママさんに打ち明けたらよかったわね、まあなんてことのない、まあその辺でよくありそうな話だけれども、まあそのね、お客さんの話をさ、受け止めて、いつも温かく受け止めてくれてるこのお店のママさんが主人公だよ、うん、でそのお店、温かな夜にも温くお店の明かりを良い明かりって題名つけたんじゃないの。でこれは良い明かりだって私は思ってます、ね、白い明かりっていうよりは蛍光灯の明かりっていうよりはなんか温度の感じられるオレンジっぽい明かり、黄色とオレンジのアイノコみたいな明かりかなと思いますけれども、皆さんはいかがですか、どう捉えますでしょうか。で2番と3番も今のね、その最初の結婚する人とママさんとのやり取りの中の話がまあ続いていくような感じになりますけど、まあ、本当になんてことのない日常の人かもコマを切り取った演歌ですけど、なんか庶民派演歌っつったらいいのかな、でもそれが歌っててすごくかっこいいのがキムヨンジャさんのすごいところだなっていうふうにしみじみ思いました。歌は難しくないので、ぜひ皆さん、ママさんを、温かいね、人情味あるママさんを演じてあげるつもりで歌ってくださいね。はい、それでは それでは良い明かりは良い明かり、一番通して歌おうね。二三はい、泣いたり笑ったり忙しい人ですね、本当によかった。
は結婚するんでしょう。はとばで無敵が凍える夜は生きるの死ぬのと言ってたあなた、命しみじみ灯す女の良い明かり。いや酔ってないけど酔ったみたいになる気持ちいい歌です。良い明かり歌ってね。